はい。んまま、し着でございます。でですね、えっ、ー、と、本日はですね、直近で激アツなですね、海運ですね。はい、行ってみたいと思います。まあ、バルチックね、海運指数がね、かなり上がってきてまして、やっぱまあ、海運3社上がってきてるんですけど、まあ、私はね、中でも、まあ、川崎汽船が、まあ、時給が一番軽いので、はい、いいかなと思ってるんですけど、 まあ、その中でもね、はい、特にいいかなっていうのがね、今日出てきたんで、まあ、紹介してみたいと思うんですけれども、まあ、詳しくね、知りたい方、ぜひご自身で、はい、調べていただければと思います。で、まあ、まず先物ですね。はい、今が12月4日の、えっ、ー、と、23時45分ぐらいですね。うん、まあ、て4 さあさあ、ここから落ちてくるのかどうか。ま、あただ、空売り比ヒーツがね、えっ、ー、と 45.、45.7%ぐらいまで行ってたので、はい、どうなることやらというとこなんですけど。で、一社目がですね、明快グループですね。うん。今日、えぐいぐら上げてましたよね。いや、実はね、ちょっと昨日、明治、これ、ま、あ明治海運のあれなんですけど、うん。 結構来るかなって思ってたらね、まあ見事見事で、ぐいぐい上がっていきました。強かったですね。うん。で、まあここはね、その、さっきも書いてあった通り、えー、っと、まあ、船以外でも、まあ、ホテルとかもやってるし、まあ、不動産もあるんでね。 ここはもう業績は結構硬いかなというところで、で、なおかつ、まあ出遅れ銘柄と言ったらね、まあ、かなり、うん、入りやすいんじゃないかなという位置でございますね。はい。で、まあこれが200日、で、75日、25日。まあ75日ね、ちょっと上抜けてきてるんで、まあここから面白いかなっていうのと、結構ね、五日線が上向いてきてるんで、結構ね、うん。 激圧な展開があるんじゃないかなとは思ってます。はい。で、2社目がですね、919のイノカインですね。うん。イノカインもね、足型いいっすよね。これ多分ここにバーって抜けてきたら、うん。一気に盛り上がってきそうですし、今、275、25。来てます、来てます、というところなんですよね。で、何目にアフターコロナ、 っていうか、収まっていい子強いんすよね、突き足が、うん。だいたいこのね、えー、っと、12周線に沿って上がっていってるんですけど、ちょっとね、ここら辺が買いがあるんでどうかなってとこではありますが、まあ、ただね、面白いかなと思いますね。うん。まあ、言いの,の会をね、まあ、不動産を持ったりとかってやってるので、うん、結構いいかなとは思います。 で、まあ、あとやっぱり、もうこれ、だいぶ前からね、消化した中国料りやっぱいいっすよね。決算もいいし、未だに配当利回りね、4.3%。チャートやばいっすよね、月足。で、日足もね、1500抜けてきたんで、うん。全然悪くはないっすよね。うん、強いっすよね、むしろ。うん。まあ、多分、ここら辺でもたもたする可能性はあるんですけど、 おしめ買いでいいんじゃないかなとは思いますし。あとこれ。内海造船もね、うん、日立造船系、因島を合併し、内海造船もね、何気に強いっすよね。 もうほんと、この辺りでね、多分紹介。この辺りだな。うん。広島サミット前ぐらいに紹介してたんで、1600とかこの辺りだったんですけど、あれよあれよっていう間にこんな感じなんですけど。まあ今ね、うん、やっぱここのところ、結構強いなって印象ありますね、4000ぐらい。うん。まあ、ただここね、やっぱり下のリスクもあるし、というところでちょっとね、うん、入りにくい銘柄ではあるかなと思うんですけど。 ちょっと私もこんだけね、乱高下して入ってはないんで、今も傍観してるだけなんですけど、はい。ここは結構勇気、個人的に結構いるかなと思うんですよね。うん。でも多分、やりやすいっちゃやりやすいかなーって気もするんですけど、はい。まあ今ちょっとここは当分見てないですけど、まあ内海造船っていうところもあります。 で、今ね、個人的に一番ちょっと気になっているのはですね、ええー、と、まあ船、船関係ないかもないです。小原グループ。これ結構気になってるんですよね。自動車産業主要マーケットとする抵抗溶接機器。で、造船ってありますし。で、まあ、こっちはね、県までエレクトロニクス。 で、ここ消耗品の売り上げとかもあるんで、結構面白いかな、と思ってます。で、ハイドリーマーリーもね、四4%以上はあるし。うん。結構ね、アパワーグループ。ちょっと結構ノーマークだったんですけど。そうですね、ハイドリーマーリ4.05。PR9.7 倍。p b r ゼロ四倍。 うん。自己資本比率70.2%というところでいいですよね。うん。で、まあ、ここがね、そんなにね、計算説明資料で会社のことを出してないんですけど、まあ、まあ、基本的にはね、自動車車載関連かなっていうところでもあるし、で、また、あ、あ半導体。まあ、これから熱い二業種があるんで、ここは面白いかなと。 で造船のね、売り上げどんなもんかなっていうのはすごく気になってはいるんですけどな、まあ、なんかぜひ知ってる方いたらね、教えてもらったらすごいありがたいなと思うんですけど。まあでもやっぱり船なんて今後伸びてくるんだったらやっぱ溶接絶対必要じゃないですか。どうみたいなバカでかい船なんで。で修繕とかやっぱ使われるのかなちょっと造船の観光に関して全然詳しくないんで。 あくまで妄想の世界なんですけど、ただ、船を作るときに確実にやっぱね、溶接とかいると思うんで、そういったところね、恩恵もあるかなとは、思ってね、妄想はしてるんですけど、で、今結構流行りやすいんですよね。これまあ、月足チャートなんで、月足で見ると、まあ確かにどっちつかずってところで、なんか3000ぐらいまで下がってきそうな感じもするんですけど、 で、まあ、周足で見てもね、確かに今ちょっと弱いんですよね。まあまあ3600円。ここになんとかキープできてますと。うん、まあやっぱこのあたりのラインは強いかなというところなんですけど、やっぱ3000円ぐらいまで。うん。まあなんかボックスを意識してるかなと。で、まあただ冷やしてみると、そやっぱ3600円、意外にこうこ、ボトムかな。 この辺りが多分そこになってくるんじゃないかなとは気はしてるんですけれどもね。うん。で、まあ5日線がね、今まあちょっと下落するんで、ちょっと落ちたらね、拾ってみたいなと思って面白く見てる小原グループでございます。はい。まあこれ、タイミングね、今じゃないんですけど、まず打診としてやっぱりちょっと下がって、下がったら入りたいなと。 思って、今日もちょっと見てたんですよね。うん。理想的には3600か3400。買い下がっていく感じかな。3200とか。どそこは3000と見てますけどね。うん。そこまではいかないだろうな、とも思ってます。ここにいたら確実に買いですね。私は。まず入る。3200やっぱこのあたりかなーって気はしますよね。なんとなくですけどね。うん。 今ちょうどここのね、60周線が週芽ですけど、そこになってるかなって気もしてますので、うん。どうなるかと。まあ、ここもぶち破っていいかどうかってもありますけどね。うん。はい。まあちょっとね、気になる小原グループでございました。ちょっと余談があったんですけど。まあただね、やっぱスターダード結構強いんで、 やっぱま、ちょっと話に戻りますけど。911もメーカイグループね。うん。いいかなと思いますし。まあ、あと地味にね。あの、私が結構直近で言ってたコスモセスニシア、ミマル。激強っすよ。激強。で、あと私、一押しのアクセルちゃん。 これもスタンダードで激強なんですよね。うん。やっぱスタンダードにね、波が来てるというとこであれば、こっちにもね、来てもええんじゃないかなっていう気もしてるんですよね。A バランス。ただ、ここはやっぱちょっと信用、信じるか信じないかの問題で、ちょっとね、うん。おすすめはしづらいんですけど。 まあ、今結構面白い展開かな、というところでね、ございまして。はい。まあね、えっ、ー、と、船、ちょっとまだ続くんじゃないかなって気もしてるんですけど、まあ、ね、ぜひぜひ見ていただければと思います。以上です。